れたら嬉しいです。基礎からしっかりしてたし、包容力もつけてるようになってたところです。もう子供チャレンジから全部やってます。素直に嬉しいです。ここまで頑張ってきた成果が現れてよかったです。小さい頃からやっていたので、なんかこれを真剣ゼミの教材をやれば大丈夫っていう気持ちが自分の中でありました。小学校から高3の時までやってました。数学的な思考力が身についたと思ってます。数学ってやっぱ努力しないとダメだとかって言われるんですけど、やっぱりベネッセのおかげで下積みがあった分、高校の時の数学とかもしっかり簡単に考えれるようになって、本当にその面ではやっぱり感謝してます。部活と体育祭が遅くまであって、周りの兄弟志望の子はずっとその間勉強してたのに、なんかちょっとすごい不安だったんですけど、終わった後に真剣ゼミやりまくって合格できてもすごい嬉しいです。作るようにするときに心がけていることは、この式変形がわからないって思ったら、そこには必ず側柱を入れるなり、あるいはなんかちょっと色をつけてここ大事だよっていうふうになんか指摘してあげたりとか。そうですね、なのでこれを解く前と後きちんと想定して作るようにして、 どういうふうに解説しようかなっていうのが出てくるっていう。もうなんかどういう人を想定してあなたはこの手紙を届けるんですかっていうのを考えてもらって、一番応援として響く言葉ってずっと勉強を見守ってきてくれてた人とかの言葉なんじゃないかな、やっぱり最後できることはそれなんじゃないかなと思って、こういう場所を用意したって感じですかね。